酸素砕き剣連なるわい。この技で進め、信頼飽きさせめ、大を転じおもろと決めろ。来たれ暗速だけ連なるわい。この技で進め、食らいきって聖なる槍を十二の証と共に貫け。この技で進め、食らいきって来たれ暗速だけ剣もっとみんなの話を聞きたいな。みんな怪我しないでね。エネル刻印さあ、かわせるか。一瞬おもろと消えろ。この技で進め、フライまだまだ先進者エネル刻印の鬼。一瞬メカリボーの一人の流れ撃たれよ。烈火よ、リセット。フライキッセ、この技で進め、体力の棒。これを並べて、その力が振り合わされる。しっかり4発、一瞬で決める。変身を生まれ、時空のようにバードクラウンズ。まだ負けられない。一分植える。
決める。どうする？この身に焼き付けろ。やがて止められしてんわ。もう天狼神はっ、電撃。もっとみんなの話を聞きたいな。アスベルは強いね。ラムダを受け入れて、それを信じている。本当はまだ少しだけ不安なんだ。本当にラムダの力でフォドラの核を止めることができるのか、ラムダがエレスを吸収したらフォドラの核が止まるのかって。でもそれは信じるしかない。そう言えるのは強いからだよ。僕はその強さが欲しい。ウィンドルという国を守るため。陛下、勘違いしてはいけません。こいつが強くいられるのはまだまだ青いからです。いいか、アスベル、この先お前を待っているのは数々の試練と不幸だ。覚悟しておけ。で、教官、どうしていい話をしている時にその腰を折るんですか。でも教官の言うことも一理はありますね。兄さんはもっと痛い目に遭った方がいい。そうだな、そうかもな。突然見知らぬ環境に放り込まれ苦労した結果、性格が歪むような体験もなかった。う、友と愛する人の板挟みになって結局二人とも亡くしたりとか、そういう悲しいこともなかった。うん、そんな苦難を乗り越えてこそ本当の強さが身につくんだな。よし、そのためにまず目の前のことを、フォドラの核を止めなきゃな。みんな、俺は頑張るぞ。いや、みんなで頑張ろう。ってあれ？ヒュー、予想以上にマリックとヒューバートがダメージを受けているみたいだよ。え、なんで？12の証と
はない。戦闘準備万端。くらえ、くらしゃ、一下、そこを動く。これは何をするものなのかしら。お皿みたいだけど大きいし、多分地上の観測基地にデータを送るために作られた送信機みたいなもんだね。送信機か。それじゃあこれがあればエフィニアともおしゃべりができるの？いくらなんでもそれは無理だろう。ううん、多分できちゃうよ。でももうこんなんじゃ動くはずが。ここをこうしてピッピッピッと動いた。もしもし、こちらパスカルだよ。すぐにアップルグミ3つ届けて。やはり常人とは違う凄さがあるな、こいつは。あ、しまった、失敗した。な、何？やばいのか？やばいよやばい、届け先言うの忘れてたよ。本当に常人と違う凄さだな、まったく。そこだ、まだまだ逃がした、でっかいの。そこだ、逃がした。何を一瞬、大断章、でっかいの。凍てつけ、一緒に沈め。マジン剣、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 マ